どうもー影ンです。今日はですね、えー、目標として向かっ、目標としていたものに向かっているということについてお話ししたいと思います。これはですね、僕ちょっとね、前ちょっと時間があったときに、こう、布団の上にこう、寝てですね、ちょっとぼーっとこう、部屋、 をこう見てたた時間があったんでですけどもで僕の部屋にねちょっとこう目標というかこうそういうものを貼ってあるんですねこういろんな目標みたいなものを。でそれがですね結構ね果てしないというかすごいこう大きい感じの目標であったりとかこう、えー どういうんですかねそ普遍的な目標であったりとか、えー、数値的にこ,うこれぐらいっていう目標もあったんですけどそれがねかなり大きいもの 大きい感じなんですよねそので僕が2013年に、えー、独立したんですけどもその時にいろいろこう、えー、考えてそういう目標を貼ってたと思うんですけどもそれをね、えー、外さずにずっと今までこうずっと貼って2020年までですねだから8年目に今入ってますけどもずっとその外さずにそれを貼っていたんですけどもそれをねこうぼーっとこう眺めてた時にですね えー、僕自身がですね、その目標としているものといろんなことがあるんですけども、その数値的なことだけじゃないですよ。そういうことじゃないんですけども、その目標にすごい向かっていってるなと思ったんですね。うん、その壁に貼ってあった目標に俺自分がこう向かっていってるし、それにも近づいてるし、それにも触れてる状態になってる、えー、状態になってるやんと思って。 自分でで思ったんです、ね、なんかでそれがねちょっと不思議やったんですけどもその張った目標っていうものがそのとてつもない大きな目標のやつもあるんですね。で向かってるということは、えー、そちらへこう引っ張られていってる自分が引っ張られていっててですねその目標が全部こう達せられる状態になってる自分というのは。 相当すごいい状態ににななっっってるなととう,ふうに、えー、ちょっと思ったんですねただね今こうずっといろいろこうやってること今の起きてる環境というかそういう状況とかがどう考えてもその目標に向かっていってその目標を、えー、超えたものも今ちょっと自分としては向かっていこうとしてる部分もあるんですけども。そそののねねなんか、ねその ここういういとをやろうとしてこうやってること全部やってるやつもあるんですね。そんでそれ俺が今全部できてるやんと。でそのその時の知識ではそれしか言えなかったものが今はそれを超えてやってるものもあるんですね。でそれを見た時にですね。えー、ということは これがずっとこう目標を向かってやっていってできた時は相当いろんなことができるなと思ったんですね。その自分の今こうやりたいと思い描いている,ああるいろんなことに関してですねそっちへ向かっていくということはですねそれが全部目標が達せられる状態になるんじゃないかなと。 いうふうふに思ってますねそれまでねその目標ってあまりにもこう遠い感じとちょっとなかなかその自分がそこまでできるかなと思ってたようなことをこう目標としてたんでそのあまり意識をせずにその張った状態のまんまになってたんですけどもそのね今の状態を考えるとですねどう考えてもその目標に達するんじゃないかなと。 ただね、達するとすごい状態になるんですよね。そのはっきり言って突き抜けた状態をがに自分がなってないとですね、それが達せられないだろうなっていうこともあるんでですね、なんかそのものすごいものを感じましたね。そのそそこそこのエネルギーというかそこその時僕が、えー、作り出してこう考えてその作った目標というものはあの。 結構その自分で言うのもなんですけど尊いもんやとは思うんですけどもそれがこうそっちへ向かっていって引っ張られていってる今現実があるで、えー、それに触れてるものもあるしできてるものもあるし全くできていないまだ達成してないものは結構あるんですけどもその明らかにそこへこう張ってたものに向かってこう進んでいってるという状態があるんでですね、えーもうちょっと僕 はですね、こう目の前のねその日常にこう左右されるというよりはですねもうちょっと大きく考えてもっと自分を信じてですね、えー、活動していけばいいんかなというふうにこうちょっと思,思,思いました、うん、だからそのなぜかその貼ってたものを外さない状態でずっとその張ってる状態であったと。 いうところでそのーまあ、えー、今週の先週の金曜日かな金曜日ぐらいにちょっとぼーっと見てた時にそれを思った土曜日やったかな金曜日か土曜日かそれを思ったんでねということはすごいことになるなとだから自分を信じて自分で行動を起こしていけばいいだけなんやなというふうに 僕は思いますなんかこういろいろこう影響を与えようとしている人もいたりはするんですけどもそういうことをあまり意識せずね、えー、自分を信じて自分で行動を起こしていってで自分のやりたいようにある程度やるというところでこうやっていけばその目標というものかそういうものが近づいてくる達成される状態になるのかなというふうに思います。だからですねその 結構、ね、目標を作ってですねそれを貼っとくだけでもねいいかもしれないです。こうしたらなんか僕はしょっちゅうその目標を見てたわけじゃないんですけどもその目標を貼って貼る目標っていうのは相当結構考えますでしょうそのいろいろそのこうしたいっていうものをここ結構明確に考えて。 えー、作ってるもんまあまあそこまで深く考えてないかもしれないんですけども結構自分の,その望んでるものを目標として、えー、貼ると思うんでですねそっち側は結構その達成される状態になる可能性高いですよねだから一回考えてみてですねそういう僕黒のこうマジックペンでこう大きく書いてたんですけどもそういうものを指定するとですね結構そっち側へ向かっていってると。 うん、あんまりいろいろぶれちゃうとそっちへ向かわないかもしれないんですけどあとは自分を信じて行動を起こす、えー、継続する、えー、そういうことをしていくことで気づいたらそこへそこに達してるという状態になるというような感じがしてます。だから自分の,そのいろんなことをこう適当に緩めてしまうとあれですけども、えー、しっかりと。 その活動をしていけばです、ね、自分を信じてねやっていけばそっちへ行くんかなというふうに思いました。ということでえー、とですね目標に向かっているということですねそういうことについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます。